はい、親の死ですね。やっぱりこれは悩み尽きないですね。死そのものに対する悲しみとかっていうのもあると思います。喪失感っていうのもあると思いますし、やっぱ精神的にねダメージ受けるところもあると思いますけども、やっぱりこうね、いろいろと相続とか、なんかね、整理整頓とかね、就活っていうのがあると思いますけども、そういった細々としたこととかね、本当に生涯に一度あるかないかみたいなことなんで戸惑うでしょうね。そのためのなんか前準備っていうのもなかなかしにくいところがあるし、例えばほら遺品の整理って生きてるうちにあんまりできないじゃないですか、ね、だってご本人さん年を召されてね、重いものとかね押し入れから出したりとか整理して捨てに行ったりとかめちゃくちゃ大変なんでやらないと思うんですよ。だから死後にこれどうするあれどうするっていうので揉めたりとかね、なかなか捨てにくかったりとかあるんじゃないですかね、だからまだ元気なうちに、うちの両親なんてまだ全然元気なんですけども、そういったことも進めていかないとなと思いますね。遠方に住んでるとそういうのができないんですけども、近くだとそれは少なくともできるんで、そういうふうな方向でね、それはありますね、確かにね。いらっしゃい。